こんにちは、伊豆木けです。今日も立原道蔵、サフランから詩を取り上げたいと思います。第3連目の詩です。コップに一杯の海がある。そういう詩です。まずは読み上げます。コップに一杯の海がある。 娘さんたちが泳いでいる。潮風だの。雲だの。扇子だの。驚くことは止まることである。いかがでしょう小さな四行詞なんですが。まあ、この詩集、サフランは全部四行詞。四行詞が十二年まとまっている詩集なんですけれども。 このサフランという詩集は時間を表している一面を持っていると思います。一連目の詩で朝目覚めるとき、二連目の詩が歯を磨き、自分の頭と体が動き出す。そして水を飲もうとコップに水を汲むこの第三連目ですね。 そのコップを見て海が心に現れたのでしょう。大海原が現れて命の力弾ける娘さん。胸を満たすような潮の香り。力強い雲。その、ね、熱、熱さの中で風をくれるセンス。それらが 思ったとき、心に浮かんだとき、詩人は驚いたのでしょう。驚いて、これは死にかかないといけないと思ったのでしょうね。驚くとは止まることである。それは立ち止まり考える、試作をするということなのだと思います。じゃあ詩人は何に驚いたのでしょう それは心の広さだと思います。海、雲といった、とても大きなもの、果てしなく大きなもの、香りといったもの、香りといった感覚的なもの、弾ける生命力、それらをまるまる含んでしまう自分の心、その大きさ広さに驚いたのだと思うのです。 立原光蔵というのはとても優れた詩人であり、建築家の一面も持っています。そういった人だからこそ、そういった海、雲、香り、それが心にすっぽりと入るのだとも思うのですけれども、でも、つぶさに見れば、誰の心もとても広いものだと思います。 自分が好きなところ、自分が本当に思うこと、行きたいところ、感じたいこと,ところがあれば、海であれ、山であれ、星であれ、心はそ,それを含むために広くなると思うのです。立原道,道蔵のみずみずしい詩を読むと私はそういうことを思います。 今日もお聞きくださりありがとうございます。桜ももう散ってしまって、まあ春本番。春本番というよりももう暑い日もありますのでね。急に、えー、季節が変わる時期ですので、お体ご自愛くださいませ。それでは失礼いたします。